自民党総裁選に立候補した4人は、政府が財政規律の一つとして掲げるプライマリーバランス、基礎的財政収支の黒字化の目標について、いずれも先延ばしを容認する姿勢、これを示しています。コロナ禍が長引いており、生活困窮者への支援、あと低迷する経済の下支えなどで、財政出動が必要なことをの理由に挙げています。で、立候補した 4人の中では、高市前総務大臣が大胆な財政出動をするためとして、物価上昇率2%の目標が達成できるまで、プライマリーバランスの黒字化目標を凍結することをいち早く明言してきました。 プライマリーバランスの黒字化とは、社会保障などのこの政策経費をですね、新たな借金に頼らずに賄えている状態を指すと。えー、候補者4人が黒字化の目標について、いずれも先延ばしを容認する姿勢を示したことについて、これ藤井さん、これはどうご覧になりますかうん、これね、えー、あの、まずね、僕は、日本が救われるためには、はい、プライマリーバランス規律の凍結は絶対、えー、絶 絶対必要だと思うんですよ。はい、で、これはあの、日本のいろんな問題100個あるとしたらね。ええ、まあ、まあ、100個にまとめたとしたら、その100個全部と言ってもいい。はい、まあ、99個ぐらいかな。1個ぐらい違うやつあるかもしれませんけど、ええ、あの、プライマリーバランス規律の凍結があればですね、大きく改善に向かうんですよ。はいええ、これあの、政府が、あの、プライマリーバランス規律っていうのは、基本的にあの、政府が国債を発行しませんと。はい いうことを言っているので、ええええ、あれを減らしますと、はい、出しませんということを言っているので、えそれ要するに、あの、日本の政府の活動をお抑止しますよと、はい、抑制しますよということを言っているので、だからちっちゃな政府のための数字的な規律なんですよ。はい、で、これみんな分かってなくて、プライマリーバランス規律って言ってるから、ふーんと思ってますけど、ええ、要するに、 政府の活動自粛規律なんですよ。政府が活動自粛するって言ってるんですよ、えーで。これがある限り政府が十分に活動できないから、はい、あのー、まあ、防衛も、経済も、産業も、えー、はい、感染症対策も全部中途半端というか全然できなくなると、まあ、いうことなんですよ、えーで。僕はだからこれをちゃんと撤廃して、でちなみに予想の国は全部そんな規律ないんですね。はあはあ、だからあの政府が、 それなりに十分に活動できるんですけど、えー、日本はプライマリーバランス規律、日本だけがプライマリーバランス規律を持ってるので、はい、政府が十分に活動できないという問題があるんですよ。はいえー、で、これを僕、撤廃しないと、もう日本の未来はないと、えー、まあいうことがまあ前提です。はい、だから、これを凍結するっていう,いう人がね、えー、いれば僕は誰でもいいんです。えー、っていうふうに僕は思ってるんですよ。はい、で一人あ、あの、高橋さんが言ってて、もう,どうも絶対応援しますよ。はい 他の人は、それにね、ちょっとね、引きずられて、そうですね。先延ばしすると。あるいは、先延ばしっていう言い方がちょっと僕、意図的なものを感じる嫌なんですけど、こっち側からしたら、コロナの間は凍結するって言ってるわけですよ。えないかと。お前、お前ってその、あれですよ、候補者ですよ、河野さんとかも含めて、お前今までも凍結するって言うてなかったやろと。河野太郎ももう、だってプライマリーバランス系で大絶だってこう言ってたんだけど、 高井さんに引きずられるようにしてですね。ええ。コロナの時はまあ、凍結します。はい。ええ、そういうことでね、だからね、僕は誰が勝つかじゃなくて、プライマリーバランス規律が、凍結が勝つかどうかは見てるわけですよ。で、それがね、プライマリーバランス規律結くんがね、ちょっと広まってきたんですよ。あ、そうなんですね。最低のところまで、全員、そのコロナの間は、 起立計するるっって言って言から,だから今、藤井さんおっしゃったみたいに、このプライマリー規律っていうのがね、うん、え、ま、あ高市さんがまずバンって言った、それに引きずられるってことは、もうみんな気づいてきてるってことなんでしょうね。そなんですよ。ほな、んですよ。近所のおっちゃんとかも、プライマリーバランスとかで言うてましたよ。はい,はい,はい,はい知ってる自分みたいな。<laughs> <laughs> そうですか。<laughs> って言わなかったですね、自分に。<laughs> 自分は知ってる。<laughs> 知ってるんやん、うん。ああ、そうですよ、ね。プライマリインバランスキリツくんが、随分有名になってきて。で、これはもう今はダメなんだよってね。そうそう,、えー、う。いいこと言うね、もう。えー、いえー。なんか、なんか頭に入ってるんですよ。はいえー、これがね、ようやくもう、竹中平蔵がぶち込んでから、2005年か6年にこれぶち込んでからね。えー、ようやく、 もう15、六6年とかね。ようやくプライマリーバランスキリツくんがこうね、近所のおっちゃんの、はい。その喫茶店トークにも登るようになってね。へえ。よか僕の言論活動がね、もう一周、ね、成果ですね、それは、ね。あの、目が出てきたって。そうそう。で、高井さんも言ってくれてるし、で、はいね、しかもですよ。はい。枝野まで言ってるあの枝野さんがですね、はい。プライマリーバランスキリツは尊敬しますと。ええー。 あの民主党、あの、消費税を上げ、プライマリーバランス規律をぶち込んだ、あの民主党がですよ、民主党がぶち込んだんだから、プライマリーバランス規律ね。そうですね。カンナオトが、サンガ、カンナオトが、サンガ。すごいまだらになっちゃってますけど。あの民主党がですよ、言ったってことは、だからね、与野党プライマリーバランス規律の凍結っていうのは、少なくともコロナ、 かの間はするっていうところまあとはこのプライマリー、あの、コロナ禍というものが何なのかという定義によれば、これがデフレ脱却までなんだと、はい、いうことになれば僕が言ってるのと。はいええ ほとんど一緒になりますよ。僕はもう全面撤回ですけどね。はい。僕は。そうか、全面撤回。全面撤回だけど、まあ今のところ、まあ、とりあえずコロナ禍、でフだけまでは統計してっていう高橋さんのところが、僕にとってはまだ低いハードルですけど、そこまでまだ来てないからみんな。だからそこまで引きずってきたらですね、これはもう選挙結果にかわらず、もう我が方の勝利ですははまあですから具体的にはそのインフレターゲット2%。そう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 。まこれまで達成できるまではってことがね、言われてます。はい。ええ、あそこまで。 te とということですね,ですね、えー、あとはその河野さんなんですけども <laughs> はい、はい、消費税のねはい、はい、このについて物議が醸、あのー、しててそう,そうですね年金問題なんですけども、うん、公的年金の改革の必要性を主張して年金に最低保障は必要だと、うん、まあこういうふうに述べた上でその際最低保障年金を創設して消費税を財源に当てるべきだ、うん、まあこういうふうに言ったわけですねこの かんでも、この消費税という発言が、はい、はい、やはり物議かもしてるわけですよね、<で>現実にはだってこれ、要するに消費税増税宣言と一緒ですから、ねはいでち、ちなみにこれとはまた別の報道でね、はい、まあ別の機会に、消費税増税しますかって、聞かれたら、うん、その各4人の候補者に、はい、みんな一応、いや、まあないですよ、はい、ないですよとみんな言って、<A> 河野さんだけは、いや、それは、 いつまでかかわからないから。ああ<ー>。えええ、返事しませんし。しんしいや、返事しなかったんですね。ええー。ま、ああの、公開討論のところでも、そのね、えー、最低保障年金のところで岸田さんが、じゃあこれ、じゃあ実際にね、この消費税って何パーセントから何ぐらい上がるんだみたいなこと言っても、うん、ま、あそこも言わなかったっていう、うん、ま、あこういうこともありましたもんね。うんうん、そうそう。ええー、はい。 えー、だからね、向こうのさんめっちゃ危険ですよ。<ー>この人も上げる気満々なんですよ。プライマリーバランス規律も守る気満々だし。はい、消費税も上げる気満々だし。えー、うこうなったら、この人になったら本当に日本も終わりますよね。えーうん、野党が勝たなかったら。